でちょっと借りますね。はい、すいません、FT、うん、ここに FT、うん、名前名前もないもんね。ミヤキャット、ミヤキャット、はい、160、やっぱりちょうど1ヶ月ぐらいだよね、戦後重さ的には162ぐらいね。そのお家に来たらワンドルぐらいなの。まだ来たばっか、25日に来たばっかりで、何でしたっけ、29、まだ4日で食べてる。あの、何食べてます今。ペレットフードをミルクで、ロイヤルカランのミルクでふやかして。なるほど、で、よく食べるわけね。よく食べます。はい、興奮してるね。ちょっと興奮しとるね。1ヶ月だとこんなんなんだ。はい、はい、じゃあちょっと見せてもらいますね。ごめん、ごめん、頭つかんで、ごめん、ごめん、ごめん、頭つかんで、ごめん、噛まない、噛まない、噛んじゃダメ、噛んじゃダメ。興奮し、あやん、あやん、おしゃべりだね。美味しいの舐めてみる。どうですか、どうですか。それどころじゃない、それどころじゃない。舐めれる、これそれ舐めるよ。どうの味。それどころじゃないか。それどころじゃないね。やめとこ、ごめん。あ、舐めた、舐める。はい、じゃあちょっとね、頭を持つと思ってお腹触るね。ごめんね、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 頭持つよ、お腹触るよ、はい、痛い痛い、噛んでる、はい、柔らかい。まあ、あの、栄養状態はまあまあ、この子の骨格にしたらいい感じだと思います。寝気でもいいし、お腹も柔らかいし、多分ね、調子にしてもちょっとお腹泣いてると聞こえないんで、この泣き声しか聞こえてこないと思うから。じゃあ、便の方だけね、調べて。そうですね、あれは、どうしますか。あの、今もうレボリューションはないんだけど。あ、レボリューションうちにあったのを2滴、あの、来た当日に。あ、つけてる、つけてます。いいですね。あれもう飲みがすごかったので、ほんと一回シャンプー、飲み取りシャンプーして、その後レボリューション2滴。あ、つけてるわ。うん、あれもう入ってこないんだよね、レボリューションの一番小さいやつは。あ、そうなんですか。コロナの影響で入ってこないんですよ。だからまあ、あの、例えば大事に使っていくといいですよ。で、レボリューションがなくなっちゃったら、今はこっちを使ってますよ、私はね。アドボ系で。なんか個人輸入のところでは在庫があって、今取り寄せしてて。もう入ってこないですよ、いつも。あ、そうなんですね。あの、そう。新たには入ってこないですね。ちょっとじゃあ時間かかるかな、香港からなんか送ってくるんですけど。はい、じゃあ便の方をね、はい、調べてますんで、結果出たらまた一緒に見てもらいます。お願いします。はい、じゃあ、ケース、ごめん、中田さん。そっちのケースにしてしまっていいですか。ケース、今持ってきた。あ、そうか、漏れちゃった。ケース持ってきて。あ、じゃあ、ケースが綺麗にしてから、こっち移しますね。お願いします。はい、じゃあちょっとお待ちください。